私の研究は、貧困、生活困窮者、ホームレスといった状態にある方々の実態を調査研究をして、それに対応する社会政策のあり方を検討するということをメインにやっています。日雇い労働者の町として、この町っていうのは全国でナンバーワンなんです。それは50年前のこの労働者の方が多くおられた時でも、東京、横浜、名古屋に比べても規模的にはここは全国ナンバーワンだったですね。本当に全国から労働者の方がたくさん来られてですね、私はメインとしてその日本のホームレスや貧困のことを研究していますが、海外に足を運ぶことによってかえって日本の特徴や課題が浮き彫りになる、あるいは日本から海外に目を向けることによって逆に海外の特徴や課題というのがつかみ取れるっていう利点もあるというふうに思います。例えばアメリカの場合、昨年にペンシルベニアとニューヨークに伺って知ったのはですね、非常にその公共空間、カフェですとか駅の構内のような非常にパブリックな場所で、寝ることはもちろん、パブリックなベンチに座って居眠りをするっていうところを警察官が注意して取り締まっているっていう現場にたまたま出くわしたっていうのも非常に衝撃的、印象的でした。アメリカもそうですけど、日本っていうのは曲がりなりにも世界的には経済の水準としては国全体としては非常にトップレベルな国なんですね。ただ国全体の GDP が豊かだからといって貧困な人がいないかというと、そう、もちろんそういうわけではないわけです。路上生活はしていなくてアパートには住んでいるんだけれども、自分や子供が食べるご飯が今日ないとかですね、その辺の道とか街歩いてて、そういう人がどれだけいるかということは全然我々の目に見えないですよね。なので貧困というのが存在するんだけれども目に見えにくいというのが、この国の貧困のまず大きな特徴だというふうに思います。やっぱり現地で見て感じ取って聞いて尋ねて教えていただくっていうことをしないと、やはり実際にその社会で起こっている物事っていうのをつかみ取ることができないっていうのを、調査を通してその方法についても学んできました。この大学はですね、日本では有数のその貧困や社会政策に関する専門的な研究者が多く集まっている大学です。例えば社会福祉という個別の分野だけにとどまらずにですね、それに関連する研究者を幅を広く配置しているというのがこの研究科の特徴です。大学の授業でも社会政策学という授業を教えていますが、大事なのは社会政策、あるいは社会保障の一つ一つの制度とかセーフティーネットっていうのが、それを必要としている方々の手元に届いてなんぼっていう世界だと思うんですね。やはり現場と往復しながら、この専門的な知識を頭に入れつつ現場と研究室を往復しながら分析をする、検討するっていうようなスタンスが、この貧困と社会政策という分野においては極めて重要なスタンスじゃないかなというふうに思っています。